じゃあいつものポジションで。あ、じゃあそう、あ、そう、あ、挨拶しないで。あ、スタートしちゃった。どうもどうも。5分を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 だ5分。そうだ、あ、やべ、切断しちゃった。はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回もね、アマンガス、カズさんワールドの皆さんとやっていきたいと思うんですけど、今日カメラありでお送りしようかなと思うんです。ちょ、いろいろテストしながらやりたいと思います。で、もう始まってるんで、これね、どうしようかね、どうしようかな、これもうみんなまだ動いてないね。今多分みんな挨拶してる、動画で動画で挨拶してるから、ちょっと俺この中に多分一人だけいるんだよ。怖いな、でも一人になるの怖いね。で、一応アマンガスね、え、何、あ、そういうこと。あ、ごめんなさい、僕抜けちゃってました。おい、あ、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、すいません。どうしてどうして、え、キュウキュウさん、あ、どうもどうも、じゃあキュウキュウです。そしてあやつです。大原です。じゃあ、大体でーす。よろしくお願いします。寝起きだから、寝起きの、あんた寝起きのやつ。出ちゃいました、出ちゃいました。宿泊だぞ。すいません、ごめんなさい。前回、なんかキヨキヨさんのなんかポンコツっぷりが大変ですよね。すいません、虚言癖。そうなんですよ、虚言癖してしまったんです。虚言癖だね。すいません、よろしくお願いしますよ、今日は。よろしくお願いします。今日はちゃんとやります。頑張ります。味方ですからね。味方、そうです。はい、な、2人お兄さんがいらっしゃるということでね。はい、はい、2人います。2人もいらっしゃるんですね。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ5分をということで、先ほどのね、試合僕すぐ負けちゃったんで、これあのカットしたんですけども、あの他のチャンネルもぜひ見てください。で、今回はクルーですね。はい、で、アマンガース、これルールを簡単に説明すると、これめちゃくちゃ簡単なんですよ。あの、人狼チーム、今回は8人中人狼2人、そして、まあ、クルーが、8人中、まあ、6人いるんですけど、人狼の勝利条件は全員を倒すこと。はい、まあ、全員を倒すっていうよりもあれだね、8分、あ、違う、いきます、3、2。クルーの勝利条件は、やべえな、ちょっと待って、まあもうルール、ここに書いてあります。ここに書いてあります。よろしく。で、このね、混乱に乗じて殺害される可能性が高いんだよな。そう。で、俺なんか、ジャジャさんが一番後ろにいると。うん、なんか、二人も人狼いるからね。まあ人狼っていうか、詐欺師か。詐欺師、名前統一しようか。うん、これで大丈夫。ただ、一人になると死んじゃう可能性高いんだよね。だから、今回、あの、急遽カメラでお送りしております。はい。え、どうしたらいいの？マグニーさんが今一人でタッタ行きましたね。でもマグさん、一人で行くって結構勇気いることなんだよ。なるほどね。ジャジャさん、これ一人になろうとしてる人が割と怪しくて、タイタイ、ジャジャさん、マグさんが結構一人になろうとしてる。うん。いやー、ちょっと怖えな、ちょっと怖えな、誰だ、ボンさん、そこで多分、まあ、ミッションやってるんだろうな。ちょっと僕ミッションできてないから、ミッションもやりたいけど、さすがに一人になるとマジで酸素来ましたね。酸素来ましたね。怖い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 。怖い。ジャジャさん、ジャジャさん危ねえ。ん？ジャジャさん大丈夫？オッケー、オーツボックス入れます、オーツボックス入れます。26267、えっ！びっくりした、びっくりした、びっくりした。死んだのかと思った今。こんにちは。あらららら。タイタイ！え、待って、タイタイ？タイタイ。どこ行ったんだろうね。あの、はい、今、はい、緊急ミッションみたいなの来て、今、そうそう、オーツー来ましたね。ドクさんと一緒に途中いて、2人きりになったらやべえと思ったけど、確かに確かに。ちょっと離れた、ちょっと離れたというか、一歩引いたんですよ。そしたら、向かう途中の下の部屋にいました、カフェテリアの下の方の。カフェテリアの下に？はいはい。僕も見かけたんですけど、緊急ミッションってこれ、あの止まったかどうかが分かんなくて、終わってから通報しようと思ってました。なるほどなるほど。ああ、なるほど、確かに確かに。塩がちょっとルーブでした、すいません。え、見たは見たの？見ました見ました。大体があの下の、酸素の部屋下あたりで倒れてて、はいはいはい。だけどこれ緊急ミッションで負けたらどうしようっていうのがあって、一回一旦一旦する。その時近くに誰かいたんすか？なんか大原の近く、僕の知りドズルさんがいて、はいはいはい。ちなみに、面は、あの、隠しろです。あの、銃撃ってたんで。ああ、なるほど。銃撃ってたのは面家。なるほど、なるほど。面です。で、ちなみに、
大体は死骸だったってことだね。なんか大体レフトってなってたでしょ。そうですそうです、多分やられてますね。うん、回線落ちではない。回線落ちではないね。はいはい、まあ今のところわからないですけど、ね、はい、僕はずっと面の視界に入るように動いてました。もう意図的に。あ、隠し色だったってことで、隠し色の面にずっと入ってた。はいはい、白寄りね。なるほどっすね。そこは身の証明を、あの身の潔白を面には証明してるつもりです。はい、はいはい。で言うと、今右側解除しに行ったんですけど、行きましたよ。あの解除の先にマグニーさんがいて、はい、でマグニーさん一瞬逆走しようとしてたんですよ。マジっすか。え、おやおやおや、解除だと一直線で行くと思うんですけど、はい、ちょっと逆走する身振りを見て、はい、ブラッと戻ったのを見て、戻ったか、解除に行ったちょっと怪しめて見てます。特に意味はないんだけどね。わかんないです、わかんないです、うん、なるほど、そういう情報がありましたと、はい、なるほど、そういう情報です。なるほど。あ、これ5分後。いやまだ今のところわかんないけど、まあ大原面に多分めちゃくちゃ集まると思うんだよ。大原面が今完全にフリーっていうか隠し色だから、うん、だ大原が絶対フリーってことは、フリーっていうかね、大事なんですよ。でドズルさんも多分今大原面が安心だから多分来てる。さあこの中に人狼がいます。当たり前だけど、カズさんここ使わないかな、下のこの通路使ったら隠しちゃうんで、これ人狼っていうか詐欺師だからさ。これね、こういう時にいち早くはぐれようとする人危ない、俺マグリーさん俺危ない気がすんな。ほらなんかおびき寄せてる感あるもんね、若干。大丈夫大丈夫大丈夫、マグさん大丈夫。まあ、みんながいればこれ結構あのミッションはしやすいからね。ちょっとミッションなる、やべ、マジか、ここで使うか。でもここでオツ使えるから、8295、これでみんな離れたらやばいな。オッケー、待って、ジャダさんカズさん、ただジャダさんカズさんがどっちとも組んでたらやばいけど、多分2人は大丈夫な気がする。それかどっちか、やばい、カズさんと2人っきりになるのやばい。いや待って、いや、よし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 、誰や誰や、あれ今誰いた。ジャダさん、お帰宅部トリオ死にすぎだろこれ。恨みがある人、これ帰宅部トリオだいぶ恨み買ってるよこれ。こればっかり。ジャダさん今やりましたね、あなた。あ、見ました、見ました、見ました。ジャダさんが正解なのよ、カズさん。そう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 なの、そうなの。今目の前でやった。いや僕は今ミュートしてるから聞こえないですよ、皆さんには。カズさんですよね。僕とカズさんとキヨキヨさんで3人で、僕はカズさん見たんですけど、今この話し合いの真っ先にカズさんが俺にジャジャさんってこう先に投げてきた。投げてきたね。そう、罪をなすりつけるために俺に投げてきたわけよ。投げてたね。でだからカズさん言ってダメだったら俺選んで大丈夫です。いやいやいや、順序的に、逆言うわ。そう、順序的に。ジャジャさんでダメだったらもううち通じてもう。いやーむずいなー、両方ですね。なれなかったもんな。僕の直感で、うん、はい、ジャジャさんちょっと嘘ついてそうってなんとなく思います。ちょっとちょっとちょっと、これはもう僕の本当直感なんで、皆さんの意見も聞きたいです。直感ね。僕はちょっと、僕目線だとジャジャさんが見えなくて、カズさんとキヨキヨさんが2人で部屋にいるのは見えた。あえて2人一気にしたんですよ。怖いな、それ怖いな。泳がせたわけね、遅れちゃって。そしたらまんまとキヨキヨさんやられたから、はい、まあ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 、うん、マグニーさんどうですか。あ、そっか。でもそれで言うと、それで言うとね、カズさんだよね。そうそうそう、今の話の流れだと。そうですよ、まあ、この話の流れはカズさんになっちゃうかなっていう気は。じゃあカズさんと釣りますか。カズさん釣った後ダメだったら誰か僕らして、どうするさ、話的に違うかな。それで大丈夫、なんで、一旦カズさん釣りましょう。なんでよ、一旦打ち釣らされんだ。なんだよ、よし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 、頼む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 、やりたいからさ。これでジャダさん白で、多分ドズルさんも白な気するんだよね。待って、ごちそうさまです。5分後。はい、ということで、ちょっと僕はね、タスクをね、あのこなしていくことが、死んでる人がタスクをね、こうしていくこと大事なんで、僕もタスクで参加しようかなと思います。いやーよかった、ジャジャさんがさね、あのアウトじゃなくてよかったけど、これまた来ましたね、メルトダウン。まあ、でもメルトダウンって多分幽霊だと、あ、できんのかな、幽霊だとなんかできない可能性がなんか僕は非常に高い気がするんだけど。いやこれ誰だろう、あと一人誰だろう。
カズさん釣られたジャジャさん、ズーさんは全然大丈夫で、でも思うにあのね、ドズルさんがめちゃくちゃ進行してたのよ。だドズルさんは結構大丈夫な人なんじゃないかなって勝手に思ってます。はい、なんだこれ。あ、これであれか。え、エマージェンシー来た、エマージェンシー来た、聞きます。あ、お疲れ様です。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 この状況を整理すると、うん、はい、しましょうしましょう。麺は隠しろじゃないですか。うん、はい。で、他の人は、はい、ただ白じゃないと思うんですけど、え、ジャジャさん隠しろじゃないの？さっきの話の会話を聞いてると、うん、さっき僕はジャジャさんを釣ろうって言ったんですね。うん、で、ボンさんはいや、カズさんを釣ろうって言ったんですよ。うん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 、あの状況でボンさんがカズさん釣ろうって言ったってことは、ボンさんは多分グルじゃないと思うんですね。うん、そうですよね。なるほど。ボンさんは確かに確かに。僕から見るとボンさんかなり白で、うん、でジャジャさんもあの状況でカズさんに釣ろうって言ってるんで多分違うんですよ。だから僕目線だともうマグニーさんが怪しいんですけど、確かに皆さんから見ると僕も怪しいと思うんですよ。そうだね、最初僕とドズルさんになるよ、うん、怪しかったんですけど、だから僕目線だとマグニーさんなんで押しました。 な、ね、なんでマグニーさん釣っていただいて、うんうん、もし違ったら僕になっちゃう、うん、そうか、うん、僕はでも白なんで、あ、そうか、まあ今の話でもそれちょっと危険な気はするんだけどな。あ、でもすごくまとえてるんだけど、ちゃんと村人目線で、皆さんに有益な情報をお伝えしているってことを踏まえてマグニーさんを釣ってほしい、ね、何も言ってないもんな有益な情報何も言ってないな、確かに、うん、序盤面とずっと行動してて証明もしてるんで、うん、確かに、はい、そっか、そう、ね、怪しい行動してないって、はい、いいですね、それで。そうですね、マグニーさんが怪しいなとか思っちゃいますね。いやー、ボンスか、これで違ったら本当に申し訳ない、ちょっと怖いな。結構なんか弁解高いと思いますよ、これは。ありますか。行きましょう行きましょう。これででもボンさんとかジャジャさんだったら結構怖いですけど、ね、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい、それめちゃくちゃうまい、ね、今のボンさんジャジャさんだったらめちゃくちゃうまい。マグニーさんじゃなかった時が怖いんで、いや、まあでも一旦釣るのもね、ありかもしれないそんなこと言いますか。あ、どうなるか。言います。おい、どのさんに選んでるぞ。自分は釣れんでしょ。あ、これはじゃあもう。さあどうか。どうです、どうだ。カメラ。すごい。カメラ。さすがっすね。もうね、もうすごいわ。うん。ちょっと犯人だ、名探偵ドズルさん怖いな。名探偵すごいな。ありがとうございます。あら、すごいわ。これでもうジェジャさんとかだったらもう本当に負けますよ。やばいですね。逆にめちゃくちゃうまいなと思いますよ、ね、そうか、最高野郎ですね。もうこれ動画になってるのは1試合だと思うんだけど、2戦連続ですぐ死ぬっていうね。はい、ちょっと帰宅部トリオ死にすぎ説あるからな。僕がまた来るか。俺さ、人狼になったことないんだよね。はい、クルーだから、まあ、ちゃんと勝ちたいんだけど、人狼になってこうどんでん返ししたいねで、今大原が一番奥にいるな。これはどうでしょうか。なんか、うわ、マジすぐメルトダウン来るな。ここでなるべく4人で行動したい。うわ、マジ、ちょっと待って、今ドズルさん戻ってったくない？ドズルさん戻ってったくない？ドズルさん、ドズルさんと一緒にいたい。そう、この4人と一緒にいたいけど、やばい、時間がない。ドズルさんめっちゃ戻ってくな。あ、メンが多分やってくれたみたい。ちょっと待って、そしたらあれ、俺あれあれしようかな。自分が確実にしろって分かるさ、アイテムあるじゃないですか。これドズルさん怖くね？ウィンドウズさんいるんじゃない？ちょっとあそこの俺、エマージェンシーボタン、ボタン押しとくわ俺。オッケーオッケーオッケー、エマージェンシーコール、エマージェンシーコール、エマージェンシーコール。こんにちは、お疲れ様です、キンキョウです。エマージェンシー、エマージェンシー。はい、私、はい、カクちゃんの白ってわかる、あるじゃないですか、3個ある、はいはい、それあるんで、左下のスキャンあるじゃないですか。スキャン、スキャン、スキャン。スキャン僕ちょっとこれからしたいと思うんで、ちょっとぜひ見ていただければなと思います。あ、じゃあ待ってください。それとプラスで、はい、俺もゴミ捨てできるんで、キヨキヨさんの流れで。なるほどね。ただただ多分妨害来ると思うんで、キヨキヨさんはもう確実にやりましょう。
はい、わかりました。多分妨害来ます。見えなくなったり。その後タイタイ見に行きましょう。はい、よろしくお願いします。僕のやつ見てくれた人います？僕だけ。マクニーさん白です。はい、マジです。見ました、見ました。オッケーです。マクニーさん隠白です。そしたらじゃあよろしくお願いいたします。はい、お願いします。5分を。5分を。はい、それでは救急結構大事ですね。これ違ったらやだな。俺あれスキャンあったよね。俺スキャンなかったらめっちゃ嫌なんだけど。ちょっと待って、スキャンなかったら俺完全に吊るされるからね。え、あれスキャンだよね。スキャンですよね。ちょっと待って、俺もうまだ疎いからさ、頼むよ頼むよ。はいはいはい、これで、まあ、死んだ人はまずいませんという表示が出てますね。じゃあちょっとあのこっちです、こっちです。でマグニーさん白なのよ。はい、みんなキヨキヨにねついてきてくださってますね。ドズルさんちょっと怪しいんだよな。あ、ここですね。はい、よいしょ。さあスキャン、あーほら、これが確率で白っていう証なんですよ。はい、え、待って、やばいやばい、みんなみんなあれやん、みんな消えた、みんな消えた、俺殺されるかもしれない。ここで多分でもみんな見てくれたから、オッケー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 、みんなどこにいる、みんなと一緒にいたい。オッケー、危ねえ、怖え。みんなに今白っていうのは分かってもらったから、もうなるべくみんなと言います。はい、でマグニーさんが白ってね、白らしいので、まずは次タイタイを見に行きましょう。タイタイこれさ見れたら結構でかい気がするよ。さあどうなる。さあゴミ捨てしたら俺が間違えたやつね、前回。俺がおお、ゴミ捨てした、ゴミ捨てした。タイタイとキヨキヨ白、これはめっちゃでかい。で、マグニーさんも白でしょ？めちゃくちゃでかいぞ、これは。だから、待って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 、やばいやばいやばい、大原めんやばい。タイタイとキヨキヨ2人でいたら多分大丈夫だから、俺タイタイと言いますわ。だから、僕の理想としては、キヨキヨとタイタイと、あと誰かと一緒にいたいんだけど、ちょっと待って、大原めんがさ、めっちゃ見てくんのよ。で、ジャジャさんも一緒にいてくんのよ。うん。でも多分、うわ、お、マジで？マジで？いいよ？いいよ？こんにちは。あ、ジャジャさん。え、ドズルさんがやられてました。うわ、マジか。ドズル、はい、おいおいおい、口封じやぞ。できる、これダメだぞ。ちょっと名探偵が消されましたね。マジか。うわ、名探偵消えた。口封じやな。名探偵消えたんだよ。キヨキヨとタイタイのはもう格じゃん白で大丈夫です。あとマグニーさんもそう。それ僕ら3人白です。あ、はい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 、3人白ってことはキヨキヨ、タイタイ、マグニーが、タイタイも終わったのね。タイタイもやってました。はい、見ました。見た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 。そのほど、え、ドズさんどこですか、やられたの。カフェテリアの左ですね。カフェテリア左、左か。スキャンの近いとこか。え、だいぶ絞れてきましたね。私も白なんで。どういう、どういう白。証明できない白。色的に。ああ、白。いや、僕怪しいな、おい。なんか大原がさっきからなんか言おうとしてるんですけど、大原は。うん。はい。途中でリアクターのミッション2回あったじゃないですか。ミッション。2人いないと多分解除できないやつですよね。あ、はいはいはい、はい、あ、そうなの、緊急ね。あの時、はい、その時に俺とホラメンで速攻解除したよね。はい、坊さんもやってて、タイタイもやってたんで、俺上でやった、うん、なるほどね。チャンスになってしまうんですよ。ジャジャカズね。ジャジャカズさんか。いや、ちょっとジャジャカズになりますね。なんでうちの名前出てきた？これ見えたぞ、結構。本当。残り残り。ってことは、これぐらい見えたな。まあ、ちなみにカズさんどういうこと？カズさん、カズさんどういうことですか？私はもう白なんで、はい、今、中の方で、よいしょしてきた、はい、ボンジュール麺が怪しいな。ごめんね。いや、でも確かに、その可能性はあるんですよ。そう。え、ボンさんと、ボンさんと大原麺が一緒にやってるところ見た人いますか？ボンさん。俺が上で解除したんですよ。僕の隠しろ、ボンさんと大体が証明してくれるんで。あ、ボンさんと大体が解除してたと。僕と、ボンさんで、2回目が僕とタイタイでやりました。あー、なるほど。あー、緊急のやつ。でもあれですよね、解除するのって別に、手のやつできる、できる、できる、できる。解除って人狼でもできるんですよね。できる、できる、だからそれは、それはちょっと、ちょっと確定要素にはならないですもんね。不十分ですね。難しい。いやー、これ、カズさん、カズさん、一応マークしときますわ。カズさん、そうですね。だって、ごめんよ。おー、なんでだよ。おー、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 え、大原今、え、大原、え、今何だったの大原は。ちょ、タイタイとマグさんと一緒にいよう。タイタイとマグさんと一緒にいれば基本勝てる。タイタイ、マグさん、タイタイ、俺ってまあタイタイといるわ。タイタイも多分ね、気を、ボンさんがちょっとなんか怪しいんだよな。ちょっと俺タイタイについていくからね。タイタイとはぐれたら俺終わる。マジ殺される。
ジャジャさんいる。ジャジャボンさんが一緒にいますね。でもここでやっても絶対バレるから、ここでやったら絶対バレるからね。ちょっと一緒に来いよ、タイ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 一緒に来いよ。怖い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 。でもタイタイめちゃくちゃ進んでくな。結構危ないんだけど。え、後ろからボンさん来てんな。オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。ちょっと待って、ボンさん怪しくね。タイ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 こっち来ようぜ。いやボンさんなんか狙ってんだよな、なんか。いやボンさん絶対来て狙ってる。ん、俺な、今例えばこれ酸素がなくなったりしてもタイタイと一緒に行きたいと思います。はい、なんだなんだ、何が起きてんの今。マグニさん、マグさん、そうマグさんと。あれでも今ボンさん、なんだこれ、なんだこれ。あ、これなくなっちゃった、なくなっちゃった。いやーちょっとわかんねえなー。ジャジャさんの可能性あるからな。マグさんは白、マグさんは白。一緒にいながらジャジャさんがすごい一人になろうとしてんね。ジャジャさんすごい一人になろうとしてる。いや、マグさん、マグさん大丈夫か、大丈夫か。いや、ジャジャさん怖いな。ちょっとここのミッションやってる最中に死ぬ可能性がある。嘘でしょ。強い強い強い。マジか。チックショー。またジャジャさんボンさんすか。ジャジャボンさんすごい確率っすね。うん、ちょっと待って、今ラストって同じタイミングでキル入れたってこと。そうそう、多分、多分そうだ。あ、そういうことっすか。なあ、一瞬やったわけじゃないんだ。そうそうそう。うわ、マジか。うわ、いい、いいコンビネーション。最後、うわ、マジいいコンビネーション。裏で LINE してないですか、大丈夫ですか。せーの。そんそうそう。LINE 通話だけして。いや、優勝だな。優勝というか。いやだって今回角城さんにいたんで結構鬼が難しかったと思うんですよ、うん、確かにね。その中ですごい。ちなみに僕はキヨキヨさんを最後、そう最後3人で行動しててちょっと離れたタイミングで刺されましたね。そうそうそう、あ、なるほどね。俺ボンさんにやられました。そう、タイタイボンさんにやられた。で、なんかカズさんは勝手に麺のこと釣ったからいつでも晒せ、なんか出るなと思って。ジャジャボンさん。俺も出しといたよね。俺も出してますよ、カズさん。難しいな。面白いですね。いや、もう一回いきますか。もう一回。投票だから。はい、カズさんが入れて、他の人が入れなかったんで、はい、一番多いところに決定になるんですよ。あ、そうなんや。カズさん、カズさん何やってんすか。カズさん殺しちゃって。一人でもいや知らんかった、俺もならんと思ってた。知らんと思ってた。なんで追放されたんだろうと思って。面白すぎる。じゃあ5分を。はい、5分を。さあということで、いやあれ、人狼ってか詐欺師やりたいね。し、え、詐欺師。え、また俺さ、全然俺詐欺師になれないんだよね。もう俺普段の行いが良すぎて、君は詐欺師になんなって言ってるかもしんないね。さあ、メンドズルさん、メンドズルさんが今2人同じ方向に行きましたが、メンがこれ、あ、メン打ってる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 ね。俺ちょっと大原メンと一緒にいよう。メン打ってたな、これは。うわーマジか、これメンと一緒にいよう。ここで焦って1人になった瞬間消されるから。マグさんがちょっと今遠くにいるけども、まあまあ、ここら辺はもう全体行動だから、あんまりわかんないね。うん。多分ね、上行った方がいいな。あ、オッケー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 。さあ、まあもうミッションがすげえ多いんだよな。ボンさん果敢に攻めていって、これ何見れんのこれ。あ、見れる。これあれだ。防犯カメラの映像だ、これ。ドズルさん見れるよ。さあ、マグさんいる、左カズさんいる。で、防犯カメラ見てるときに死んだらやばいな。ドズルスボンさんいる。ちょっとやばい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 。やべ、一人になっちまった。やべ、なるべくメンと一緒にいたい。やべ、カズさん、やめて、やめて、やめて、オッケー。
いやこれカズさん、今カズさんだったら俺多分処されてるわ。いやカズさんじゃないと思うわ。マグさんもやってる。いやちょっと待って、なんかドズルさんちょっとこう、いやドズルさんミッションやってんなこれ今の時間は。なんか俺カズさんは今なんかちょっと信憑性高いけどね、僕の中で。でも待って、俺の動きちょっと怪しいな。俺の動き怪しいね。ちょっと、まあ、なるべくみんなと一緒にいたい。なんか俺頭にさ、このナイフ刺さってるからさ、危ないよね。あ、マグさん、マグさんまさか。ゴミ捨て？マグさんゴミ捨て？ゴミ捨てしたマグさん！ちょっとこれ、まあでもみんな見てたな、今。みんな見てたから、エマージェンシーするほどでもないか。だからマグさん面が、今、全然不利。いや俺ね、なんかボンさんとカズさん怪しいと思うんだよな。でここで死んないことが大事。あでもこれで2箇所行かないといけないから、まあ、マグさんと一緒に行くか。80353 OK。 あそっちがなってないのか。ん、待って頼む。 OK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 、入ります。お疲れ様です。あれれ、お疲れ様です。マジマジやばいやばい、マジやばい。やばい。ジャズさんなんで押したんすか。タイタイくんが緊急の、はい、緊急のあそこで死んでたの、はい、なるほど。上の方で実は後から来て、ジャズさんが発見してるとこを見ました。後からカズさんが来たの。それで言うと、マグさんはゴミ捨てしてました。はい、あれ、はいはい、マグさんゴミ捨てしてたんですよ。僕だけ白でしたね。で、僕ちょっと一ついいですか。はい、カズさんと通路で二人っきりになったんですよ、僕。その時に刺されなかったんで、はいはい、っていう情報は一応置いておきます。はい、一応そこだけ。ちなみに皆さん今質問していいですか。お願いします。はいはい、右に行ったか左に行ったか教えてもらっていいですか。酸素のやつで。酸素のやつは僕下行きましたね。僕左行きました。左と右行ったところ。上下じゃなかった。あ、違う、上下な気がしました。上下な気がしました。どっちかというと、あ、そうか、ドゾルさん一緒のとこ行ったんじゃなかったかな。そうです、マクニーさん左にいました。はい、僕は下の方行きました。下っていうか下の方行ってましたね。下、右、だから下です、多分。うん、多分矢印が上と下って、僕とドズルさんの後にキヨキヨさん来てやってた。はい、はい、あーそっかそっかそっか。ボンさんが右に行ってるの見たんですよ。はい、はいはいはい。なんで右に行った人、そのボンさんをがやられてるってことは、右に行った人に人狼がいて、で右が解除されなかったんですよ、ずっと。されてないませんでした、されてませんでした、はい、されてない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 。ってことはじゃあ行った人が怪しいって思っちゃうんですけど、キヨキヨさんも後から来たんで分かんないです。キヨキヨさんでもすごい後、まあ後からでしたね。でも結構すぐでしたよ、僕。まあまあそんなに時間経ってなかった。つらんとまずくね。いや、これ違うとまずいです、これ。違うとまずいです。違うとまずいのか、終わるのか。いや、これじゃすぐ終わるのか。情報が違うともやばい。正解だと。スキップします。一回スキップして押します。はい、オッケー。大丈夫なのこれ。マグニーさんだけ白で。うん、僕だけ白。マグニーさんだけ白です。はい、はい。5分を。ちょっとこれまずい気がするぞ。ちょっと待って。これまずい気がすると、一人消されたら負けるでしょ。え、一人消されたら負けるでしょ。ちょっと待って、うわ押せないんだこれね。一人消されたら負けるから、6、5、4、3、2、1。 OK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 
わかりますよね。今2人いるんですよ、人狼がこの中に。まずいんだ。で、1人だけ消されたら負けることは誰でも分かったはずなんですよ。はいはいはい。で、それをドズルさんがもう1回スキップしますっておっしゃってたんで、これは危ないぞと。間違えちゃいけないんで、スキップ。あ、でもそういうことか。襲おうとしてますか。いや、確かに。本当に、いや、スキップは正しい判断だと思った。あー、そっか。正しいと思った。あ、そっか、ごめん、僕バカだ。そっか。そうだ、そうだ。そうだ。ありがとうございます。僕的には、やっぱ、右に行った人が怪しいんで、僕、じゃあ、カズさんとジャジャさん、速攻で下に降りてたんで。そうです、そうです。今、命の安全が分かってるかのような動きだったんで。ジャジャカズさん、なるほど。僕とドズルさんとキヨキヨさん真ん中にいたのよ、3人で。そう、もうエマージェンシー連打してました。
うん、俺はギリギリマクさんが見える、うん、俺見えてますよの距離取ってたの下行きたくて。あー言われたら確かにそうだ。そうそうそう、うん、おーなるほど。カズさんは結構遠くに行きました。カズさんだな。いやカズさんちょっと何しようとしたの。あの後でその後ろからちょっと最後になったんよ。ほんでジャジャさんがその発見してるやつを発見したっていう、うん、さっきですね。はいはいはい、あさっきさっき今で言うと、はいはい、今で言うと、はいはい、今今そのこの今だって10秒間ぐらいしてそれからまた買いんやって10秒間ぐらい何されてたんですか今下に来てるけど、はい、誰もついてきてくれんでしょ。確かにしてないみたいな感じではあった。なるほど。今ジャズさんが下に行こうとしてて、いやこれどうしたらいいんだろう。下に来てるけど誰か来んかなって。これで村人だったら動けないんですよ。うん、怖いんよ。動いてたから殺到に動いてたから命の安全保障されてる動きをしてたんだって。うんうん、うん、カズさんでもやっぱなるほど。あ、そっか、さっきのキル入れたら終わりだもんね。もう僕ら終わりなんで。そうなんですよ。わかんない。いやこれそっか、どうなる。ちょっと待って。え、キヨキヨさんは、はい、大丈夫なの。なんかいや言ってるけど、キヨキヨさんも全然怪しいです。ああ怪しい。まあ、確かに怪しされるが高いなと思います。マグニーさん以外一緒です。はいはいはい、怖いこれ。確かに確かに確かに。スキップします。いやーなんかスキップしかないんだよなこれ。じゃあ5分を5分を入れてる。うわそういうことか。えあれ、うわマジ、えマジかいいかマジか今。うわうま、それはうまい。うわそういうことか。いやすげえ、ギリギリで投票したんだけど間に合わんかった。なるほど、そういうことか。うわうまマジでそんな何かめっちゃ面白い。パターンの勝ち方クソしゃべりなんだからもうやりましたね、ジョジョさん。そうですね、ただ僕もあのカズさんもキル入れれば勝てることに気づいてなかったですよね、最後。いや、キル入れれんかったやろ、なんか。あ、多分30秒入れてるからさ。あ、そうか、エヴァンスの方が早いっす。そう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 。ただ、ボンさんか誰かやった時に、人来て、うんうん、あ、やべえ、終わったと思ったら、ジャザさんでホッとしたっていう。うわー、そういうことか。そっか、投票で入れれば勝ちだったんだ。そういう戦い方もあるんだね。そういうのもあり、確かに。2人残ってたら相当強いっすね。鬼2票入るってことだもんね。そうだね、はいはいはい、やべー。なるほどね、先2人キルされて2人人狼いるとマジやべんだよね。やばいね、うんうんうん、その状況は人狼側は初めては2キルする勝ちか。こういう展開も面白いですね。いやこれ面白いですね。この展開も面白いですね。やばなるほど。皆さんお時間はまだ大丈夫ですか。はい大丈夫です。まあ、じゃあラストぐらいにしときます。わかんないですけど。はいはいはい。もうこれ永遠にやっちゃうんですよ。これ永遠にできちゃいますねマジで。本当に永遠にやっちゃうんですよこれ。危ない。だってもう1時間経っちゃってる。やめどきないんですよ。確かに。永遠にやっちゃう。あ、ジャズさん今日多いです。多いね。人狼ばっかじゃないですか。4分の3人狼。すげえな。すごいな。ほぼ出せてますね。それでは皆様5分を。5分を。5分を。さあ始まりました。キヨキヨもうね鬼来てほしいな。しまた来るか。まあ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 勝ちましょう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 よ。うん、そしたらそうですね、うん、ちょっとこれ俺これやれる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 。打ってる、俺打ってるよ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 、みんな見て、俺みんな見て、打ってるから。打って、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 打って。打って、打って、打って、打って。打って、打って、打ってます、打ってます、打ってます、みんな見てます、みんな見てます。みんな僕が打ってるの見てます。僕が打ってるの見てます。ありがとうございます。よしよしよし、キヨキヨしろってことがね、判明できましたね、皆さんの目の前で。これ私、エマージェンシー使うまでもなく、ちゃんと証明できたのはでかい。タイタイが今一人っきりになろうとしてますね。タイタイが一人っきりになろうとしてて、うん、戻ってきました。はい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 、ちょっとタイタイ怪しいっすね。タイタイ黄色のタイタイ若干怪しい。マジか、これタイタイがこれね3人と行動してんの危ないんだよね。ゾズさん危ない。でもちょっとさすがにやりに行かないと、やりに行かないとダメだけど、人と会いたくねえな、人と会いたくねえ。いや、お待て、呼ぶね、あぶねえ。ちょっと俺さめっちゃでも俺はあれか、一応あれか、
潔白は証明できてるんで、ただただ怖さ、怖、うん、僕のちょっと今の動き怪しかったなっていうさ、監視カメラ、あ、監視カメラ俺見れないのこれ、セキュリティ一人しか見れないのかな、可能性あるな、うん、今閉まったな、今怖い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 、マジでさ、タイタイがめっちゃ単独行動してんだよね。まあ、単独行動確かにしないとその勝てないんだよね。ただちょっと怖さが残る。さあ上に一人行きました。あー、マグニーさんいるね。ちょうどここ解除しとこう。あ、これ結構むずい。めっちゃ簡単。めっちゃ簡単なんだ。こっちもあるな。これをで、うわ、マジか。ちょっと待って、俺、処される。今、ボンさん、初動がちょっとおかしかったけど。え、こっち行かないの誰も。え、こっち誰も行かないの、怖っ。めっちゃ怖いじゃん。ちょっと待って。ドズニキやばい。ドズニキやばい。ちょっと声が、あ、おる。ドズニキやばい。マジ、ドズニキやばい。この人やばい。ついてきてる。誰か助けて。誰か助けて。なんで追ってくんだよ。絶対ドズニキさんやん。この人。あ、ボンさん。ボンさん、危ねえ。めっちゃ今襲いかかってきたやん。今めっちゃ、危な。怖すぎでしょ、今危なくなかった？あ、閉まってる。あ、でもそっか、ドズルさんは俺が白って分かってるから。お、エマージェンシー来た。マジか、聞きます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、誰もいない。おー、よかった。じゃあ、どうぞ。はい、ちょっと今回多分鬼がかなり慎重派だというこの現状。慎重派ですね。確かに。あと確かに。あれ、ミサイル撃ってたの、キヨキヨさん。あ、僕キヨキヨです。はい、キヨキヨです。はい。あ、キヨキヨだね。キヨキヨシロウ。確認しといた方がいいかなと思って。ありがとうございます。確かに。はい。確かに鬼結構ないな、情報。あのドズルさんめっちゃ追ってきたの何だったんですかあれ。いや、うちもな、それ見たんよ実は。はい。で、キヨキヨさんが白だからですか。お願いします。そうです。キヨキヨさん隠しろなのにめちゃくちゃ一人でいろんなとこ飛び出していくんで。すいません、ありがとうございました。わかります。メルトダウンの時に逆走し始めて、あ、なんか矢印か、なんかすいません、本当にずっと護衛についてたんすよ。すいません、ごめんなさい。なんで白なのに逆走って言うの。本当にすいません。ごめんなさい。現場を抑えようと思ってドズルをずっと追っかけてたもん。あ、なるほどね。逆に言うと、二人っきりの時間がもう1分ぐらいあったんですけど。確かに。殺されませんでした。確かに、それは殺されませんでした。まだキヨキヨさんね。もちろん確かじゃないですけど、メルトダウンの逆走はカズさんもしてたよ。ドズルを追ってたんだって、ドズルを。ああ、そういうことですね。だからさ、もしかしたらキヨキヨさんを狙うカズさんを僕が守ったかもしれないですね。ああ、確かに確かに。うわ、面白いなこれ。とりあえず今回かなり慎重派ということ。全然わかんない。それで言うと僕のあの感想は、はい、ジャジャさんが人狼の時より声が明るいなって思いました。だからなんか今回死人っぽいなって感じがします。まあまあ、確かに確かに。するっていうのもね。うん、確かに。確率的に言うと。これはもうスキップボートしちゃいます、そしたら。これはスキップ入れて。これ人狼でもこのミーティングはできるんだよね。僕、ゴビ世代です。ゴビ世代です。あ、オッケー。はい、わかりました。スキャンしたい。だけどです。はい。大原君から行きましょう。はい、じゃあ大原からの、そうですね、5分を。はい、ということでやってまいりましたけど、逆走、確かあの矢印があれ何だったんだろうって思ってたけど、そういうことだったんですね、すみません。じゃあいきます。まずは大原面の、多分妨害来ると思うんだよね。大原面のスキャンか。ドズルさん信憑性すごいね。いや、来ますね。これちょっと俺、あ、これは一回ゴミを捨てない判断。なるほど。おつ、あー、そういうことか。あ、矢印が点滅してないといけないんだ、これ。あー、そういうことか。ごめんなさい、ありがとうございます。大原面やってくれた。そっか。これ、妨害が来たとて、別に解除してからゆっくりでもいいんだ。別に大原面についてくよーって決めてるから。
これで大原麺スキャンしなかったらちょっと面白いけどね。さあスキャン、大原麺のスキャン始まりました。さあおー大原麺ゴミ捨て完了。だからキヨキヨ大原はもうこれカクチャンシロだから一緒に大原とこれ行動します。なぜならば大原と二人で行動してれば何二人とも何人狼に殺された瞬間にエバージェンシーできるんで、カクチャンで生きていけるんですよね。だから大原と僕がかなりライフラインになる気がするんで、ちょっと頑張ります。おー、マジか。入ります。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、チェアさん。そう。チェアさんがやられた。マジか。当たってた。ドズルさんの。いや、やっぱちょっと声が違うなって思った。声が。声のトーンがね。楽しそうだったな。楽しそうだった。愉快になった瞬間所作で。今刺激になりたかったんだね、チェアさんもね。いや、もう本当嫌なのよ、人狼は。メットキヨキヨさんが白なのもいました。ありがとうございます。俺も一緒いましたよね、多分。キヨキヨさんとドズルさんにべったりひっついてました、僕。はい、僕、カズさんと一緒に多分いたと思います。なんか、僕はボンさんがすごい怖くて、はい、ずっとくっついてくるんですよ、なんか。いやいやいや、怖い。うんうんほんで、ボンさんと一緒の部屋になった時になんか閉じ込められたりとかもしたなんか怖いんですよ、ね、それは怖い。それ逆に白じゃないですか、それ。なんかそう、ただ、そう、確かに。カズさん、ジャジャさんどこにいました？ジャジャさんが右側の通路。右、なんていうんやろ、ミサイルの下っていうか。あー、十字路にいて、ジャジャさんが。わかんない。そんな離れてないな。確かに、ドズルさん、僕とずっとに、僕と一緒にいましたね。僕と大原と。ただ、一つ言うと、ボンさんそっちの通路から出てこんかったかなって。ちょっと時間経過してると思うよ、ジャジャさんがやられてから。はい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 。あ、まあでも二人いますもんね。うん、そう。よしよし。まだわかんねえな。まだわからんないよね。だから大原と僕はもう一緒に行動しよう。大原、はい、誰かスキャンあるって言いませんでしたっけ。そうだ、あ、うちあるよ。あ、カズさん、次スキャン行きましょう。 OK です。あるで、強い。お願いします。カズさん行きます。はい。いや怖いな。ゴブンは、ゴブンは、うわっ。はい、ということで、5分をね、はい、喋ってから来ましたけども、なんかドズルさんも、なんか今日覇気がないなって思いますけどね、はい。もう大原面と僕、常にもう、一心、清原でもう永遠に行動します、永遠に。だから清原でこっちをちゃんとね、解除してあげれば、多分ね、市民側にすごい有利になる気がします、はい。何これ？あ、これ、あ、解けた。大原面についてくけど、カズさんが見れないな。また大原面についてく。マイクラでも見た。マイクラでもこういう光景見た。大原とキヨキヨ。大原面ずーっとついてくキヨキヨ。よしよしよし。で、ボンさんが一緒にいるけど、でも逆にボンさんが一緒にいてくれた方が安全な可能性はあるよね。待って、ミッションめっちゃコンプリートしてね、そういえば。マジか。いやーでもね、倒せないと思うんだよね。大原とキヨキヨがいたらもうエマージェンシー押されるから。うわ、誰か死んでる。誰おはようございます。マギさんか。マギさんやられたか。マギさんか。倒れてました。ということは、ちょっと待ってくださいね。はい。メンとキヨキヨさん隠しろで、はい、カズさんスキャン誰か見ました？見てないです。マウニーさんが見たよ。なるほど。マウニーさんがさっき最後までいてくれてさ、ブーブーもうやり終わったっけ。もうスキャンやったんですね。はいはい、誰も見てくれんの、ブープになった時にさ。いやー見てなかったっすね。見てなかったっすね。たまたまそのマグニーさんだけやられますかね。待って、今回でもまずいよ、また。いや、またまずいですよ、そう。そうなんですよ。だからダブルキルでもう終わりっしょ、確かに。え、今白なのは誰？キヨキヨ大原。キヨキヨだけか。いや、僕もです。あ、大原とキヨキヨ。キヨキヨ、メン。ほんで、カズも。いや、カズさんは、でもこの中に承認がいない限り。確かに。やっぱ無理。カズもよ。だってマグイめっちゃ見たもん、マグイ。いや、それはもう証明できないんで。喋ればいいから。マグニー怪しい。この辺でちなみにマグニーさん、やられてました。セキュリティの部屋じゃない？リアクターの横の。
あ、左の方か。てか、タイタイは何してたんてか。俺それ言うとカズさんと一緒だったね、最後。俺もタイタイは白だと思うから、今回もう、うん、あのゴールデンの2人がマジやべえと思うよ。僕の話していいですか。はい、お願いします。そう、カズさんがスキャンをするときにリアクターで左にみんな行ったじゃないですか。はいはいはい。で、カズさんが多分スキャン見てほしいだろうなって思って戻ったら、うん、いなくなってたんですよね、カズさんが。え？だからリアクターにも来てないし、スキャンにもそんな時間かかってなさそうだったんで。いや、スキャンかかるよ、あれ。あ、いや、かかるんで、いるはずなんですよ、あそこら辺に。あの周りにカズさんもいなくなってたんですよね、うん、右側のカフェテリー、うん、待って、これ怪しい。でもちょっと急遽いいですか。でも思うのが、カズさん、そのもし人狼でスキャン持ってないのにスキャン、はい、スキャンしますっていうのもすごいリスキー、こうリスキーなんですよ。リスキーすぎるよそれ。え、待って、え、ちょっと待って、え、メン、いや、メンがそれスキップになります、スキップになります、スキップ3票なんで。あ、そうか、オッケー、ちょっと待って、ということは考えよう、考えよう、考えよう。ごめんよ。え、ちょっと待って、一回これエマージェンシーした方がいい、絶対に。9、8、え、待って、大原が、え、メン、大原何してた、大原何してた。あれ、エマージェンシー押せねえの、エマージェンシー押せねえの、エマージェンシー押せねえの、これ。うわ、マジ、ちょっと待って、ん、うわ、ポンさんにやられた。オッケー、レポートした、オッケー。お、これワンチャン勝てるぞ、まだワンチャン勝てるぞ。現場を抑えました。誰がやってました。僕も抑えました。ボンジュールです、これ。ちょっと待って、ちょっと、どうしてですか。思ってたよ今、ボンさん、カズさんがキヨキヨさんやってんのを見ました。いや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 、いや、これまたあれです、全部見ました。まず私の話からいいですか、ボンさん。はいはい、私に30秒。まず、あの、うち、もう報告しようと思ってたんやけど、うん、この、なんかエマージェンシーっていうか、これの時、できんってなっててさ。できんってなってた。そしたら、キヨキヨさんが待っててくれたよね、優しく。はいはいはい、はい、まあ、そしたら、ミュートですよ。入り口のところで、ボンさんが待ち受けてて、くせえなと思ってたら、ちょっと引っかかったキヨキヨを、ちょんと切ってた。え、でも、ちなみに、ってことは、ボンさんが、カフェテリア側でカズさんがこっち側に来てってってことですか。僕が、はい、僕が勝手に、いや、さっきの投票について知りたい、さっきの投票について知りたい。俺がちょっと先行ってたんですよ、はいはい、後ろでキヨキヨさんとカズさん取り残されて、え、いや、ですよ、ですよね。え、今笑ってるでしょ今。それで言うと、僕今回はボンさんが怪しいと思います。はい、カズさんがもし人狼だったら結構強気ムーブすぎるんで、あ、確かに、の話もそうです、うん、う、確かに確かに確かに、それはある、それは、まあ、まあ見えてないと思ったんです多分。いやー、でもこれで間違えちゃうと終わるんですよ、ね、終わりですよね、その瞬間。いや、でも、はい、いや、まあ、カズさん誰か他の人に投票してたんですよね。まあね、そうなんです。カズさん、僕に投票しました。ただ、なんか、まあ、あれは僕がカズさんをちょっと怪しんだんで、はい、うん、あ、怪しいよな。やたら、でもそれでドナルさんに関してはずっと僕と一緒にいたので、そうやる付きは多分なかったと思うんですよ。いや、僕じゃないですよ、マジで、うん、はい、でも2人いるでしょ。ドズさんと大原はもう、いや、2人いるから、2人いるから、僕はお店で隠しろなはずだ。誰かに入れないと終わり。誰かに入れましょう。スキップスキップスキップ、これ大体も隠しろないよね。スキップで僕をします。あー、そういうことね。スキップっすね、これちょっと怖いっすね。また入れられても大丈夫。お、入れた、カズさんがボンさんに、ボンさんカズさん、まあまあそうだよな。ごめんご、ごめんご。え、これまあボンさんだ、ボンさんはいいとして、まだタイタイ、これタイタイとかなんか、俺もう全力で俺終わらせるわこれ。あの、こういうさ、こういうこういうやつ、こういうやつ、これどうやってやればいいの。あー、オッケーオッケー、タスク楽だな。全力で終わらせます僕。あの、まんちゃんミッションコンプリートあるんで、ミッションコンプリートで勝ちたい。よし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 、俺は絶対に勝利する。よいしょよいしょ、オッケー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 。お、ふわー、マジかー、すげえ。これスキップだとダメだったな、マジかー。あー、もう強いなー。これです。
ボンさん強い。一人残すんだかんねやね。今生き延びた。あ、そっか。いや、一人残したらボンさんがいるんで、どっちにしろやられてます。だってもう釣らないといけないシーンだったから。もうボンさん釣れって思ってたけど。あ、そっか。そっか。そっか。難かったっすね。いや、面白いな。いや、タイタイ息潜めてたね、そしたら。タイタイ潜めたの。タイタイうまかった気がする、なんかやばい。タイタイめちゃくちゃ喋るから、なんか怪しいなと思ったんだけどな。いや、まあ、なるほどね。最有力凡退でした。うん。悔しいな。カズさんの目の前でキョウキョウさんやったりましたわ。ぐさーっていきましたよ。やったって言ってんのよ。いや、でも、マグニーさんがちょうどやられてるのが、うん、もううまいっすね。あ、そっかそっかそっか、なるほど。たまたまかもしれないですけど、うん、うん、うまかった。カズさんが隠しろ確定してたらもう余裕で勝ってたね。勝ててたね。はいはいはい、はい、みんな行っちゃうんだもん。見てよって。あ、おもろいな。悔しいな。いやー、取れ高いっぱいでございましたな。そうですね。ありがとうございました。楽しかったです。勝ちましたね。はい、ということで今日はですね、アマンガス、カズさんワールドの皆さんとやったんですけども、急遽またね、ミッションが来てるのにかかわらず逆走したりしてしまいました。うまくなれるように頑張ります。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。チャンネル登録していただけるとね、次回の動画を見逃さずに見ていただけると思いますんで、チャンネル登録お待ちします。あ、待って。ごめんなさい、もう一回いきます。いきます。3、2、あの感想を使ってください。いきます。3、2ということで、今日もご視聴ありがとうございました。皆さんにですね、チャンネル登録していただけるように、動画頑張りますので、頑張ります。そしておすすめ動画もね、過去のありますので、まだ見てない動画の方はぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。